ゲートをご覧の皆さん、お久しぶりです。歌手、音楽家、仏像オタクニストとして活動させていただいておりますサリアです。というわけで、ちょうど1年前にですね、大分県別府市出身で、久々に帰ってきました。そしてサリアに改名しました。そして仏像オタクニストとしての活動を始めますというご報告をちょうど本当に1年前にさせていただいたかなと思うんですが、2019年の抱負とともにですね、大分の皆さんにもこう何かお届けできることがあればいいなということで、これから旅立ってきます的な感じでちょっとお話をさせていただいたかと思うんですが、今年はですね、本当に特に仏像オタクニストとしての活動いろいろ頑張らせていただきまして、去年ちょうど、12月3日に初めての、本となります、生きるのが苦しいなら仏像と生きた3285日を、出版しますぐらいのタイミングで、こちらのゲートさんに、出演させていただいたかと思うんですが、そちらの方もですね、皆さんの応援のおかげで紀伊国屋総合、週間ランキング3位の方を獲得させていただきまして、で、来年はお寺でのイベントだったりをたくさんしたいという、抱負もちょっと兼ねてここで言わせていただいたのをすごく昨日のことのように覚えているんですが、今年はですね、比叡山延暦寺の夏祭りでライブをさせていただいたりとか、いろんな宗派を超えたお坊さんとの対談のイベントをさせていただいたりとか、もう本当に若輩者で申し訳ないんですが、本当に人生の諸先輩方の前で、人生とか生きることとかいう話をですね、講演会でさせていただく機会だとか、本当に今年たくさん新しいことに挑戦させていただいて本当に充実した1年でございました。でも本業の方は一応アーティストなので歌って作って踊るアーティストなのでですね、去年は配信リリースだったんですが、今年はなんとちゃんと CD をリリースしようということで、こちらリリースしました。11月19日にですね、サリアになってから初の CD のリリースとなっております。僕はもう戦わないという CD をリリースさせていただきました。裏はこんな感じでちょっとね、アーティスト仕様の顔をしておりますけれども、今回サリアになって初の、リリースということで、今だからこそ伝えたいメッセージというものを込めさせていただいた、1枚となっております。2曲入りでして、僕はもう戦わないと I'm a Woman Sweet Devil Version という2曲を収録しております。僕はもう戦わないの方はですね、一人一人が、いろんなメッセージを届けられる今そういう時代になっていますが、今だからこそ、戦わない戦い方だったりとか、声を上げない声の上げ方、一人一人が本当に上げなきゃいけない声は何なのかというものを、テーマに書かせていただいた非常に、激しいロックな攻めのサウンドになっております。今回も作詞作曲、私がやらせていただきました。で、編曲、ミックスマスタリングも携わらせていただいた、今だからこそ伝えたい、2曲を詰めた、1枚となっております。でこちらはですね、タワーレコードさんで、いろいろ応援店になっていただいているところもございます。全国の方ですと、タワーレコードのオンラインショップでも、ご購入いただくと、タワレコ限定の特典がついてきます。しおり型になっていて、でここでしか見れない、スペシャルスタジオライブが見れるというちょっと QR コードがついてたりするので、ぜひぜひ大分の皆さんでもですね、タワレコのオンライン店で買っていただいて、見ていただけたらなと思っております。そしてですね、なんと、私仏像オタクニストとして2冊目の本の出版もなんと決まりました。ありがとうございます。今回はですね、前回は、自叙伝ベースで書かせていただいた結構ちょっとシリアスな重めな内容だったんですけれども、2冊目はですね、その名もタイトルは、アラサー女子悟りのすすめという、アラサー、今ちょっとちょうどアラサーなんですけれども、アラサー女子の生きづらさをですね、仏像や仏教をヒントにして、悟りを目指し苦しみを乗り越えていこう、生きづらさを乗り越えていこうという、そういうちょっとサブカル的な内容になっております。まだ10代20代そして男性の方はね、ちょっと自分とは関係ないと一瞬思われるかもしれないんですけれども、最近のアラサ女子ってこういうことを思いながら生きてるんだなと、こうちょっと学んで、女子の気持ちを学んでいただけたらなと思っております。はい、いろんな、生きることに、ついてもね、学んでいただけるきっかけが何かあるのではないかなと思っております。はい、というわけで、もう今年もいろんな活動をさせていただきました。離れていても SNS を通して大分の皆さんにも本当に今年もすごく、支えになっていただいた1年だったなと思っております。で、ちょっと来年の目標についてもちょっと言うだけ言っちゃおうかなと思っているんですが、来年こそは大分そして別府の
観光大使を目指して頑張っていきたいなと思います。もう仏オタクニスト全国ね、いろんなところに行かせていただいたりだとか、まあアーティストとしてもいろんなイベント出させていただいたりする中で、まあ、大分の話もさせていただく機会も結構本当に最近増えてきたので、まあ、大分、そして我がふるさと別府の魅力をですね、いろんな地域でお届けできるように、2020年も、今まで以上に力を入れて頑張っていきたいなと思っております。はい、頑張っていきますので、引き続き皆さんどうぞ応援の方よろしくお願いいたします。それではサリアでした。